ナッシュの家は、イングランド、ウォリックシャーのストラトフォードアポンエイボン、チャペルストリートにある家である。ウィリアム・シェイクスピアの最後の住処である、ニュープレースの廃墟と庭園のすぐ隣にあり、現在では、博物館に改装されている。ナッシュの家という名称はこの家の持ち主であった、トーマス・ナッシュにちなむものである。トーマスは、シェイクスピアの孫娘であるエリザベスの最初の、夫である。 しかしながら、ナッシュ夫妻はこの家を所有はしていたものの、居住していたことはなかったのではないかと考えられている。シェイクスピアバースプレイストラストは、ニュープレイストナッシュの家を1876年に購入した。チューダーハウスと呼ばれる様式の家屋で、シェイクスピアバースプレイストラストによって16から17世紀頃の姿に修復、保存されている。 ナッシュの家に入っている博物館は、エーボンバレーの最初期の居住者から、シェイクスピアの時代まで、ストラットフォードアポン、エーボンの歴史を紹介する展示を行っている。2014年の夏から2016年の春まで、隣のニュープレイスと共に閉館し、考古学的な調査が実施された。この調査で発見された品物も、ナッシュの家に展示されている。近隣には、 ニュープレイスの他、ロイヤル・シェイクスピア・シアターや、スワン・シアター、同じく、シェイクスピア・バース・プレイストラストが管理している、ホールズ・クロフトや、ハーバード・ハウスなどがあり、歩いていくことができる。ありがとうございます。